もこんにちは。さあ今日もお二人でございまして、はい、ナターシャの番でございます。はい、前回がマンドゥディアオのシープドッグ、はい、よかったですね。いや、いいでした。かっこよかったです。いや、かっこよかったです。ストレートにかっこよかった。そうそうそう、ロックンロールって感じだった。さあ今日はどういうのをやろうかなっていう。それこそガレージロック。おー、ガレージロック。もう一発、はい、そうか、もう自分のその中洋楽のドンズバ世代の時に、はい、ガレージロックだったんだね、きっとね。いや、多分そうっすね。もう、うん、簡単、ちょっとギター興味あったとかあるんですよ。やってみたいなみたいなのあったら、こう簡単な曲やで、かっこいい曲。なるほど、なるほど。で、一番そう思ったって、うん、簡単そうやなって。ずいぶん下に見たからロックの人たちを。ガレージロックって結構なんか、まあね、ジャンルとしてなんか、はい、難しくないみたいなことでなんか定義されてるんですよ、ね、結構。そうね、ガレージロックで倉庫でできるようなバンドだもんね。っていうのでなんか多分僕がなんかガレージロックとはこれみたいな、うん、もう、うん、なんかもう王道とガレージロックの王道というか、うん、と思ってるバンドがあるんですけど、うん、今日それ、はい、あ、じゃあ曲名とじゃあアーティスト名です、ね。曲名が、うん、ウォークイリオットウォーク、ザ・ハイブスです。いや、これ面白いわ。これはもう今の説明の通りってことですか。うん、もうびっくりするよ。はい、ブルですよ。あの真ん中ガレージロックの真ん中ガレージロックルルルルガレージロックダーツやったらブルです。めちゃめちゃ鳴るよ。もう、うん、本当に。でこれは一応この PV 見るって分かってたので、はいはい、PV の印象も結構あると、うんうんうん、いいかっこいい PV だなと思ったので、うん、どんなでしたっけ。なんかね、うん、白バックで白バックでなんかちょっとなんかカメラのなんかちょっと映像の撮り方が特殊みたい な、うんうん、壁を歩いてるような演出をしたりだとか、あ、はいはいはい、がなんかその、うん、でこうこのハイブス自体が白モノトーンを基調にしてるんで衣装を、うん、で白ジャケット黒シャツで黒パンツで靴がなんか白と黒なんか両方入ってて、それがやっぱこうおしゃれでかっこよくて、うん、でそういう印象があって、僕らネタする時ニュークレープがコントする時に、うん、もう最近ちょっとやめちゃいましたけど、うん、黒シャツで白ズボンで 黒靴履くっていうのがあったんですけど、うんうん、そのモノトーンはハイブスからちょっと真似したんです。本当、はい、あ、そうなの、はい、何そうなの。その白黒で合わすのは、ハイブスとニューガンダムから買ってくる。ニューガンダムからそっちの方が色濃さそうだけど、ね、あ、そうなの。だ結構その白シャツで黒ズボンって結構いる、うん、定番というか、ようあるじゃないですか、ね、はいはい、今度はね、この上下っていうのこれを反転させるってだからちょっと色をつけたの。ああ、なるほど。いうちょっとやってみましたけど、歴史あるね、はい、っていうぐらい影響をちょっと、うん、感じない、どこの感じない、本当にもろに。いや、ハイブスってすげえバカなバンドなの。バカかっこいいバンド。ああ、でもそうです、うんうん、だってそのなんか衣装もね、白と黒のモノトーンにしたりとか、うん、あとロックンロールっぽい髪型とか、うん、昔のその60年代、50年代のロカビリーとかの、うん、あ、そうですね、そうですね、形式美、様式美みたいなのを踏襲してるから、うん、ちょっとね、ダサいんだよ。今はね、今見ると今見るとそう、うん、だけど、まあ一周してかっこいいんだけど、うん、とにかくそこをやりすぎてる感じのバカさ、うん、そうそう、あ、ちょっと楽しみだ。ライブでこうマイク振り回してこうやってパシッて打ってるみたいなやりますめっちゃやりますからね、これもう見たってそれみたいなやつでもそれが多分彼のステレオタイプであるから、それはもうかっこいいっていう、かっこいいっていうのがあるから面白いな。でも風貌もね、結構そのなんかちゃんと全種類いるんですよ、その、あ、確かに、いるって、なんかめっちゃでけえおじちゃんとか、うん、ヒゲボーボーのなんかベースマンだとか、うん、全員キャラ立ってる、ちっちゃくて坊主ハゲのおっちゃんとか、なんか結構ねバランスがねめっちゃおもろいんですよ、シルエットので、ボーカルが絵のバランスがめちゃくちゃいいんですよ、そこら辺もなんかいいよね、だから考えてやってそうな気もするな、それはセルフプロデュースをちゃんと多分してるんだと思うな。そうそうそう、それがなんかね、じゃあバカじゃないじゃないですか。いや、でもだからそのバカもやってくれるわけですよ、選んでバカやってくれてる感じ、熱血感みたいな、あ、確かにね、わざと熱血感、そこがね、なんか初期のウルフルズみたいななんかやりすぎてるのがいいみたいな、はいはい、あ、いや、でもそうっすよ、なんかそれがかっこいいんですよ。そうそうそう、それがかっこいいんだよね、うん、
その熱さと、うんうん、ハイブスもスウェーデンのバンド。そうです、そうです、スウェーデンのバンドなんです、ね、なんかスウェーデン、スウェーデンにだいぶその19話が影響されてるんですよね実はすごい火事ひいてきたナターさんが火事ひいてきたみたいな今考えればそうだったんですよ、ね、全然知らなくて最初は。あ、そっか、うん、そのどこのバンドなのかどこの国とかで知らずに、はい、普通に洋楽のコーナーで見てたらそれいいなと思ったのがそうだったんで、うん、だから実はでもさっき前にそのマンドゥディアを紹介しましたけど、うんうん、マンドゥディアとハイブス結構仲悪いらしいですね。あ、そうなんだ。そうだからだからマンドゥディアは結構、いや多分もっと下っす、マンドゥディアの方が下っすね。そうだよね。がなんか結構なんかハイブスに対して、あ、そうなんだ、結構言うらしいですよ。生意気を言うんだ。生意気言うらしいですよ。だからそういうのがもうその音楽業界あんま僕はその2つしか知らないんで、うん、スウェーデンに他のミュージシャン、いやなんか僕全然知らなくてスウェーデンのバンド、うん、だからその僕なんか今知ってるその2つしかないから、うん、スウェーデンには今2個しかそんなことないよ。そんなことないよ。それが仲悪いって。そこが仲悪いから頼むから仲良くもう終わっちゃうじゃん。じゃあもうスウェーデンの音楽シーンもうどっちかしか残らない狭いなそのシーン。何それ。いやいいな、ハイブスのいいな曲選んで聞きましょう。聞きましょうか、はい、この番組の楽しみ方、1、もう一つ別ウィンドウを開きます。2、今回の曲を YouTube で検索します。3、演者と同時に再生。4、あら楽しいです。じゃあ聞いてみましょう。はい、ザ・ハイブスで Walk Idiot Walk。 タイトルも面白いな。3、2、1スタート。ほらもうこんなんもほら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 こんなんも意図的だろ絶対。やはりこの衣装かっけえ。いいでしょ、なんかいいねやっぱね。むちゃくちゃバランスの取れた5人でしょ。なにこれ、熱い歌い方するわ。ちょっとコミックバンド感あるな。あでもそうっすね、やっぱドリフターズみたいな感じですよ、ね、スウェーデンのドリフターズ、はい、スウェーデンのドリフターズ確かになんか、うん、ビジュアルそうでしょ、絶対やってるじゃんほらもう。ルックスのねやっぱバランスもねしっかり取れてますしね。あ確かにね。いや絶対やってるじゃんこいつら。あかっこいい。これちょっとなんか不思議映像みたいな。あ何これって感じだけどね。ちょっと間に合ってない。間に合ってないかな。いやいいわ、盛り上がるよねライブこういうさ、うん、バンドの方が、うん、煽るから。サマーソニックで見た気がするな、ハイブス、うん、かっこいい。ライブの DVD とかも持ってるんですけど、うん、やっぱその煽るのむっちゃうまいなと思ってこの曲の中が。やっぱそれは盛り上がる、この人がこういうテンションやったらみたいな感じがしますよね、うんうん、フロントマンとしてやっぱスター性ある人やなって感じがすごいしますけど。ダサいなんなんだよ、ね、ダサいよ本当に。なんか増えてきた。ノーブレインってなんだ、どういうことだ、どういうことなんだ。もうちょっと不思議。なんか叩き上げ感あるから、やっぱマンドゥディオってポットデに見えたのかな、
メンバーからしたら、うーん、ちょっとなんかライブすげえやってた感じしない、うん、なんかそうそうそう、ね、なんかそうなんですよね、なんかやっと売れた人たちみたいな感じしますよね、感じする、うん、確かこっちの方が苦労してそうね、苦労してそうだよね。あーあー、いいね、いやいいな、ハイブスいいでしょう、いい、やっぱちびハゲとでけえやつが近くにいるけど絵として美しいよ ね、やっぱ面白いですよ、面白いよね、きれいね、君たちはやっぱ近くにいるんだねいやいいな、ハイブスで、多分その曲のその、うん、なんすかコードだとか、うんうん、サブフとかも見たことあるんですけど、うん、まあまあやっぱそんな難しくなさそうなんですよ、自分でやれそうと思う、やれそうと思うそれをその、うん、すげえすげえしんどそうにやってるんですよ一生懸命にやってるんだよがやっぱ一生懸命やってるからかっこいいじゃないですか、うん、あ、かっこいいね、まあ、失礼ですけど、すごい失礼やけど、やっぱそれがかっこよく映るって言って、あ、でもいいよね、それがね、そうそうそう、入り口がやっぱこう簡単な風に見えた方が、うん、バンドをやりたいっていう気持ちにもなるからね、キッズがね。でもめっちゃかっこいいけど、うん、すごくこれ簡単なんだっていうのを、うん、後から分かったらですけど、うん、何もしなかったらただかっこいいことしてる人たちしか見えないから、なるほど、それやっぱかっちょ、そういう風にこう見せるのもテクニックなのかなとも思ったりしますけど、うん、ナターシャなんかまたあれだよ、その、はい、今度全然、今度全然方角でも、あ、方角でもいいですか、もちろん、いや、もういっぱいあります、そんな、なその出囃子にしてた曲だとか、うん、ああ面白そう、はい、いいじゃないですかね、だってババも出囃子の曲やったもんね、アバウターロックンロールねピローズピローズ、あー、そうそうそう、めちゃめちゃそういうのでも全然いいし、うん、2回か短かったな、うわー、もうスウェーデンないんすよ1枚なんて俺1回も言ってない、言ってないですよ、スウェーデン 2バンドで終わっちゃったもん、スウェーデンもうない、他にバンドいないんすよ、そういうことないから2強じゃないから怒ってくるよ本当に。違うよ本当に。ナターシャ2曲ということになりました、はい。またじゃあ違う曲で、あ、はい、参加してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。